柳です。僕この歌は初めてもうこなして YouTube で上げ出して2年半ぐらいになったんですけども、自分が好きな歌とか好まへん歌とか関係ないですね。僕はだから、ついこの間1ヶ月2ヶ月ぐらい前に無尺旅情いうのを、まあ、友達がよく30年ぐらい前に職にカラオケに撮った弟分が歌ってたので、あ懐かしいなまであげたら、一番なんと2ヶ月で3000回ぐらい再生されて、僕はあまりこの歌は何やろうとか思ってね、まあ、嫌いじゃない、もちろん好きやから歌ったんやけど、僕はそのなんとも言えへん驚きでしたね、うん、この歌は特に上手に歌えるわけでもないし、まあ、演歌でもないけどもポップスでもないしみたいなね、何が受けたんでしょうか、僕よく分かりませんけどちょっと受けましたね。ということでちょっと驚きやから、やっぱりいろんな歌を歌わないことはね、ちょっと思いました。ということで、久々に、さだまさしさんのかかしを歌いたいと思います。この歌も好きですね。さださんの曲も好きですけどね。元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、ほんのいつ帰る、城跡から見下ろせば青く細い川、橋のたもとに造り酒屋のレンガ煙突、この街を綿菓子に染め抜いた雪が、消えればお前がここを出てから初めての春、手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔待ちわびる、お袋に聞かせてやってくれ、元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、山のふもと煙吐いて列車が走る、木枯らしが雑木林を転げ落ちてくる、銀色の毛布見つけた田んぼにぽつり、置き去られて雪をかぶったかかしが一人、お前も都会の雪景色の中でちょうどあのかかしのように寂しい思いをしてないか、体を壊していないか、手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔を待ちわびる、お袋に聞かせてやってくれ、元気でいるか、街には慣れたか。
友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。さだまさしさんでかかしでした。ヤギでした。まだお友達なのに登録してないお友達はぜひチャンネル登録、チャンネルボタンを押して登録してね。ぜひ登録してくれたらリクエストでも何でも答えるからね。 See you.